A Love Screen。ございます。アローズスクリーンの審査です。さて本日は新潟県柴田市にございますミッドガーデン柴田店さんにやってまいりました。新潟の朝は今日も寒いです。もう後ろにはですねご覧の通りこんなにもすごい雪の量が。そして今日は整理券の方こちらですね。先ほど先着順での配布でしたが今日は15番目の入場となってます。どの地に行こうかとギリギリまで悩んでしまいますけれども、まあ、結果的に今日もプラスで街道日記3連勝目を決めれたらなと思ってます。それでは審査の街道日記第456話よろしくお願いいたします。さあ行きましょう。第456話街道日記新潟実践です。失礼します。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。ミッドガーデンさん綺麗なお店ですねやっぱり。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。あー取られてしまいました。ガルパン取られてしまいました。狙ってたんですけどね。そうですか。化け物語ちょっと1回転だけ回されてますけどもこれ行ってみましょうか。最近化け物語行きます。よろしくお願いします。すでに1回転どなたか回された状態ですね。結構化け物語はですねまたこちら結構波動がついてるというか昨日もこちらの台もその隣の台も動いてますけどある程度出玉の推移グラフスラップグラフも結構いい感じの台があるのでまた最近力入れられてるケースの一つではないかと、まあ、勝手な予想そういう風にしてますけどね。ここはチャンス目オアスイカというところチャンスですね。あ、スイカですね。すいません。あれあれあれ犬おうおうちょっと取りこぼしてましたけどスイカの後ですねここいきなりカイジノに行きました。チャンスコント2です。さあ、ゲーム数はまだ最初36ゲーム、そして2本目に入ったところです。だから、重みを返してくれ。やだだやだだ。いや、これ結構いいかもしれませんね。早い段階でチャンスを入ってくれてます。ここはチャンスです。止められていません。はい、これで15ゲーム目まで。さあ、今日1回目のチャンスソン、ハッピータイムはあるでしょうか。残念、ハッピータイム当選はありませんでしたが、ここはカイズレンのチャンスですね。さあ2回目のカイズ抜き特命のチャンスです。はい、行きましたね。このままエンジンまで突入させるようになればかなり早い段階でのエンジン当選となります。
あれは。残り2ゲームです。たまらずか。あ、ここでロック、上がれ。チャンスです。いや、長いロックはドキッとしますね。2回目のチャンスをハッピータイム挑戦に期待します。あー、ボタンなし。当たらず。継続です。よし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 、決まった。決まりました。開始8ゲーム、カイズ柄ぞろいでここは AT 当選確定となります。それでは今日1回目のハッピータイムに参ります。早かったですね。もちろんここはまずはバイバイチャンスを目指して。運動が高いだけに150枚というのはあっという間ですね。 AD に入ってからまだ恋愛感ありません。返したら1回止めてますけど、もう早めにバイバイチャンスのところです。ここはこれで100枚獲得ですね。バイバイチャンスは途中立てれず終了になります。あとはこの後 AT をループ立てれるかどうか、多少夢の時間を終わらせるな。待ってくれ、待ってくれ。レア役はなし。これで1回目のハッピータイムは終了となります。さあ、あとは次の怪獣の儀に期待しましょう。通常時に戻ってもこのチャンスゾーンのループがあるから面白いんですよね。さあ、これで学習的ステージは抜けましたが、まだここは怪獣連のチャンスが残っています。チャンス目です。立ち上がりからスイカチャンス目と結構重要な役はよく来ています。このまま次の回復先までゲーム数を詰めていきたいです。今度はチェリー、今日チェリー。それさあ、ここもチャンスとのチャンスとなりますね。すでに回復連はもうなさそうなところですが、再び新しいチャンスと続くチャンスです。あ、いった。直当たり。え、すいません、コイン落としてしまいました。直当たり、いい当たりですね。気持ちのいい当たりです。まだ AT が持って69ゲーム、ここは持ちコインです。それでは2回目のハッピータイムに参ります。いや、今のはちょっと驚きましたね。カイズの儀は経由してないですけど、内部的にはおそらくカイズの儀に挑戦した状態で AT に入ってますから、この AT が終わった後もダンスとコツのダンスということにはなるでしょう。あれ、狙えって言いませんよ、全然。フォアジャンセリーです。まだこの駅に入ってからは小読みレースが1回あっただけ。残りはもう17枚です。左ラクション、右ラクション、左ラクション。2回目のハッピータイムも早い当たりではありましたけれども、バイバイチャンスには突入させれず、残りはもう3枚です。これで終了ですね。獲得枚数は155枚です。バイバイチャンスがちょっと遠いハッピータイムです。待ってくれ、引き戻しはなしと。さ
次の停止を早く迎えたいところですが、ここはもう返しのぎのチャンスですね。さあ、AT が終わって10ゲーム目。おそらくもうここで返しのぎという流れになるんじゃないでしょうか。3回目のハッピータイム当選なるでしょうか。参ります。面白い神様だよ。だから重みを返して。ここは赤まで行ってます。さあ、2回目のハッピータイムが終わって最初の最初の木です。あ、ロック。ここでチャンスが来ましたね。そして回収エースも入りました。ここはもらったでしょう。ボタンも来てます。AT が終わって30ゲーム当たりでございます。早くもこれでハッピータイムは3回目となります。いや、順調に当たりを重ねてますね。ハッピータイム3回目の途中ですが、まだバイバイチャンスがありませんから、もう3回目ここはぜひバイバイチャンス入れてちょっと伸ばしたいですね。獲得枚数も。あ、ここでファイヤーシスターつきましたね。さあ、トレステージに来ました。ここはバイバイチャンスのチャンス。そしていきなり一滴カップに。さあ、行きましたね。バイバイチャンスは今日初めてとなります。6倍もう取れない。やっとここで2倍から4倍へとなります。20枚か。やっと掴んだバイバイチャンス。20枚のみです。ただここはドレステージですから、バイバイチャンスの部分、バイバイチャンスファイトするように期待します。発展しませんね。発展になって萌えステージに戻ってきました。3回目のハッピータイムも獲得枚数は伸ばせない。バイバイチャンスの上乗せは20枚のみでした。これで合計現在276枚というところです。まだ開示の木から AT 当選という可能性残ってますから、次に期待してます。その前にこの3ゲーム。あと350枚ですね。手元にはコインが残っております。さあ、ミートガーデン柴田店さんですけれども、この辺のこの島端の景色の案内なんかもすごいゴージャスですよね。非常に目立ちます。はい、朝一化け物語かなり順調だったので、このままいけるかなと思いましたけれども、6回目のハッピータイムが終わった後ちょっと失速して、持ち込み減らしてるだけじゃなく全く予約も来なくなりましたので、あ、これはちょっと厳しいかなと正直思ってます。で、ちょっと今他のコーナーまだ空き台結構ありますから、探して見てみたいと思っていますが、やっぱりバラエティ気になりますね。まだ早い時間なので2回は空いてます。
わ、ガルパン。朝一ガールランドパンツァ行こうかなと思ってましたけど、1200ハマって単発やめ。この台行きましょうか。ガルパン行きます。1200ゲームハマって単発のあと199回転という台、大失速の台ですね。持ち込み残り350枚からの再スタートです。きつかったでしょうね、1200ハマり。まあ、これだけ極端にハマった後だからこそ、ちょっと回して劇的な 急激な好展開に期待したいなという気持ちもありますね。かなっていう気がします。まだ当たる気配がありません。チャンスは2回ありますけど、おー、びっくりしました。ここは何でしょう。さあ、双眼鏡ドロイ2回目。ここまでガルパンチャレンジ2回ありますけど、まだ延期調整がないまま、ゲーム数は495ゲームとなってます。雪の新人発展ですね。ゲーム数は500ゲームを超えました。ここがダンスゾーンに当たれば持ち込みでの当たりとなります。まだギリギリ持ち込みです。双眼鏡からガルパンチャレンジ3回目の当選です。さあ、3回目、もう当てたいですね。当たれば追加投資はありません。もう1回アンコーチームで行きます。今2連続このアンコーチームを失敗させてますから、そろそろ 80% 4連続は成功させたいです。よし、さあ、あと2ゲームですね。 80% です。3つ目、ラスト 80%。 よし、当たりでございます。ゲーム数は509ゲームですね。追加投資はありませんでした。それでは本日の1回目の停車場に参ります。良かったわけでもないので、追加投資だけこれで当たればいいなぐらいでしたので、まあ、初当たりはまあまあ良かった方じゃないですか。2セット目は黒森美音。この台自体は朝から1200ハマって単発で終わってる台ですからね。ここはちょっと頑張ってほしいです。優勢です、今のところ。ここで作戦発動ならかなり熱いです、1セット目。まだ一体も減らされていません。作戦発動、ドタバタ作戦。強いですね、やっぱり黒森美音は。あー、一気に逆転されました。さあ、これで1対1。頑張ってほしいですね、ここせっかく持ち込みで足に当てましたので。さあ、
単発回避になるでしょうか。諦めたら、あー残念、クロマルミが邪魔する。1セットか、100枚も獲得できる。90枚で終了です。この1セット目でクロモリミネが出てくるのはちょっと難しいですよね。結構1セット目が、はい、AT まではなんとか持ち込んでいきましたけれども、単発と、そしてここから追うならもう追加としてなるでしょうから、もう一回考えます、どうするか。ここから一勝負必要ですよね。やっぱりここからもう一勝負しないといけませんね。終始動かしてないですから。どうしよう。朝売ってた化け物語がどうなってるかというのも気になるところですね。あー、だいぶ沈んでますね、化け物語。ガルパンに移動して持ち込みはなくしてしまいましたけど、こうなるよりは良かったかなと思います。もう一回化け物語いきます。はい、化け物語、そしてガールズ&パンサーと打って、投資は150枚のままですが、持ちコインがあと残りわずか70枚と。朝一打ってた台に戻ってしまいましたけれども、まあこの失速をガルパンで防いだと思えば前向きかなと思います。天井か、結局ここまで回さなきゃいけないのか。はい、戻ってきた化け物語、最初の AT 当選は天井でした。ゲーム数1015ゲームです。そして総投資1250枚、戻ってきてから1000枚以上を投資しましたね。これであとはこの駅で何枚出せるか、参ります。総合最初のハッピータイムですね。あー遠かった。ちょっとここはだいぶ追い上げていかないとまずい状況になりましたね。配当は5枚です。ただ瞬発力ありますからね、取り返すのにそんなに時間がかかる場合ではありません。うまく AT が続いてくれれば、まあ、配当は6枚これで60枚は上乗せとなります。ハンドアップ7枚終わってしまいました。上乗せは91枚です。これで残り241枚となってます。マイナスを減らすじゃなく、もう一発逆転に期待してますから、もっともっとです。ここからさらに乗せていきたい。できれば絡めたいのはボーナスですね。やっぱり終了ですね。獲得枚数は430枚です。
だまだ終わってもらっては困ります。待ってくれ、ここで吹きたいんですよね、レア役が。待ってくれ、やめます化け物語。ちょっと1250枚予想以上に投資をしてしまいましたので、この持ち込みでなんとか取り返しに行きたいと思います。いやー、化け物語まさか天井まで持っていかれるとは思ってなかったですね。150枚なんで、まあ、ある程度回せると思って打ったら、結局追加投資だけで1000枚を超えてしまい、1250枚で持ち込みがもう400枚ぐらいですから、ちょっとここはもう時間も押してますからね。なんとか800枚程度なんとしてでも取り返してプラスで終わりたいところです。花火行きましょうか。ビッグ2回、レギュラー2回というこちらの花火、157回転からちょっと持ちコインが400枚ちょっとなので、最低でもこれで当たりを引かないといけません。ビッグ2回、レギュラー2回の花火を回していきます。1250枚以上の交換ができるかどうかです。行きます。天井はやっぱり痛かった。まあ、400枚くらい取れたので何もなく終わるよりは良かったですけど、30分あれば800枚くらいは出ますよね。ビッグがポンポンとくれば。さあ、これで当たりになりますね。228ゲーム、そんなにコインは減らしてません。100枚ほど使ったところです。最初のボーナスはビッグです。うん、よかった。結構早めにビッグが引けました。これでまあ投資の半分、600数十枚ですね。まだか。そして RP 1ビッグから見ればあと1ビッグという感じになりますね。それぐらいの流れが来ないとちょっと取り返すのは難しいです。さあ、まずは花火チャレンジ、花火ゲーム中に次のビッグがいけるかどうか。いけたら追いつけそうですけどね、この流れで。1ゲーム目さあ、これで1回目のビッグ348枚、まあまあ取れましたね。はい、ちょっともう時間来てしまいましたので取り返せなかったですけども、一回全て計数機にかけたいと思います。はい、今日交換枚数はこちらですね、651枚です。今日は拡大計測でレシートありませんので、これで終わりたいと思います。はい、実践終了でございます。今日はこちらミッドガーデン柴田店さん、朝一化け物語でいいスタートだったんですけれども、まあ、そこであまり出玉を伸ばせないまま、まあ、最後は天井まで回してしまって400枚ちょっとの獲得で、まあ、その後ちょっとノーマルタイプの花火打ちましたけれども、結局今日は交換枚数の方が651枚でした。投資が1250枚でしたのでマイナス599枚です。いやー、朝一が良かっただけにですね、終盤での天井、そして伸ばせなかった AT 非常に残念でした。ただ化け物語は久しぶりにハッピータイムを繰り返し突入させることができましたし、まあ、この新潟実戦連勝とはいかなかったですけれども、まあ、今日は懐かしい機種で楽しめたので良かったかなと思います。以上、審査の街道日記第456話でした。
次回の街道日記は、今回は目標があります。そういった審査、目標を達成するために彼が見せた立ち回りとは。次回審査の街道日記第457話、目標と現実、次回もよろしくお願いいたします。